はい、どうも、ジョージ旅行です。今年ですね、2018年、平成30年、平成30年、そして今年最後のね、平成最後の秋、そして猫年ということで、あの猫スモスというのを、ジョージ旅行第14回本公演で行おうと思います。猫のですね、なんていうか不思議な、私にとっては猫っていうのは不思議な生き物なので、と言いますか、今回は猫と居場所についてのお話になっております。普通な劇作家がやりそうなテーマですが、私なのでろくでもない仕上がりになっておりますので大変期待したりしなかったりして見てくれたらありがたいと思います。タイトル猫スモスなんですけども、これはもう見ていただければわかります。タイトルの謎がいつものようにシーンが20ぐらいあってそれが腹8分目で収まったら次のシーンに行くっていう展開で、もう最後はもう衝撃のラストが待ち受けてますんで、僕的にですけどもはい、はい、ぜひよろしくお願いします。私はいつも超人予備校は動物とかそういうのが出てくるファンタジーだけれども、こう人にちょっと突き刺さるようなものがあるなといつもの作風がそうやと思ってるんですが、なんか全力も見たってやったらなんかちょっとあれいつもではなかったかちょっと思ったりもしましたが、そういうので今回も感じていただけると思います。はい、今回この3人以外のですね、商品予備校から大町ゆうき、山田慎介、そして僕は客演人、豪華ですよ、白木原和彦、殿村豊、中村美咲、小鉢奈美、小鉢奈美、北野優作、土亭文と思い迫り、田口悟と、こういうのが出ております。なんと言いますか、不思議な世界に迷い込む話ですが、まあ、納得いくような形になっていると思いますんで、納得いくと、はい、あ、猫ってこうなんだとこれは思うと思います。だから猫好きな人、猫嫌いな人、まあ要するに全ての人類に見てほしいです。はい、2018年10月19日から21日、インディペンデントシアターファーストでやっておりますので、巨人の復興第14回本公演、猫スモス、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。